ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回の因縁対決は三好長慶と細川晴元だよな。ああ、そうだ。今回も前半は二人の比較、後半は戦までの経緯と経過を紹介する。よろしく頼む。ということで、ゆっくりしていってね。まず、二人が生まれた年から比較していく。三好長慶は1522年、細川晴元は1514年生まれだと伝わっている。二人の年の差は8歳だ。ちょっと離れているね。だね。続いて比較するのは生まれた家だ。細川家は以前、紹介したので、割愛する。詳しくは山名宗全と細川勝元の因縁対決の動画をご覧ください。では、三好家を紹介する。三好家は清和源氏有志名の源氏の一族で鎌倉時代の小笠原氏の所有で、鎌倉時代の承久の乱で佐々木氏に代わって阿波守護となった阿波小笠原氏の末裔と称した。阿波三好軍を本拠にしたことから三好氏を称した。南北朝時代の初期は、南朝型として活動しており、北朝型の細川氏と対立していた時期もあった。しかし南朝が不利になり、細川氏が室町幕府内でも勢力を拡大し強大化するとそれに服した。阿波では細川氏の所有の一つである阿波細川家が代々守護を務めたが、三好氏は、この阿波細川家の士官として勢力を伸ばす。細川と縁があるのね。最初に資料に現れる三好氏は三好式武将だ。彼は1465年に細川成行の奉公人として名前が見える。1467年、式武将の親戚の三好行長は、若くして応仁の乱に東軍として参加した。ちなみに行長の行の字は阿波細川家の細川成行に返記を受けたものだ。行長は慣例細川勝元に従い、勝元の子細川政元の養子に阿波細川家の住元が迎えられると。魔法使い政元。これを支え各地を転戦して武功を上げ、機内にも大きな影響力を持った。行長は細川慶長家の直身に組み入れられたものの、阿波細川家との主従関係はその後も継続した。着々と成長していますね。政元暗殺後は、細川住元に仕え、住元と共に権勢を掌握した。しかし1507年11月、周防に流れていた前将軍足利義忠が大内義興に擁立されて上洛戦を開始する。住元は義興との和睦を画策したが、細川高国が大内方に寝返ったため決裂し、将軍足利義澄、住元、行長は近江に逃れ、義興は上洛を果たし、義忠は将軍職に復帰した。これは足利義胤と細川政元の因縁対決でもやったね。そうだね。1509年、住元、行長は、京都に侵攻したが、逆に高国と義興の反撃を受けて敗北し阿波に逃走する。1511年7月、住元は義澄、赤松義村らと連携し共に境に上陸し、不海城の合戦に勝利し京都を奪還する。しかし同年8月、義澄が死去し、行長らは再起した高国と義興との船岡山合戦に敗れ、阿波に落ち延びた。船岡山合戦後、高国は住元側の細川直春の降伏を許し、阿波一国を与えることを条件に寝返らせることに成功した。これは阿波細川家や行長にとっても看過できる事態ではなく、出陣をめぐって一時不仲になっていた行長と細川住元は和解し、1517年に行長は淡路に攻め込んで直春を追放し、同国を手に入れることに成功した。混乱しているね。1520年1月に住元行長が、高国の領国である摂津に侵攻すると、義種も住元に通じたため、高国は単独で近江坂本に逃れ、行長は京都を奪還した。しかし同年5月、高国は六角貞頼と内藤貞政の援軍を得て、上洛戦を開始する。これに対して住元行長らは兵を集めることができず、行長は東寺院の戦いで敗北し捕らえられて斬死され、住元も阿波に敗走し、同年6月、阿波で病死した。あらら。1521年、高国と義種の関係は険悪となり、義種が境に出奔したため浦上村宗のもとにいた前将軍義澄の子足利義晴が第12代将軍に補任された。1526年、高国が家臣の香西元森を殺害して細川氏で内紛が起こると、行長の孫三好元長は住元の子晴元と、第12代将軍義晴と、同じく義澄の子で、船岡山合戦の後、阿波細川家で庇護されていた足利義綱を擁立し、1527年に桂川原の戦いで高国を破り京都を奪還する。義春は高国を伴い近江に逃れた。早くもここで春元、登場か。
実はここから長吉と春元の因縁対決は始まっている。ほうほう。1527年、将軍義晴と高国は朝倉宗敵の支援を受け上洛を果たすが、1528年、不和から宗敵が越前に帰国すると、京都は春元と元長が奪還した。同年7月、元長はそれまでの功績により山城守護大に任じられたが、翌1529年には新たに同僚となった柳本片春らと折り合いを悪くしたため、阿波に失速する。なんか不穏な空気。1530年に柳本片春が播磨出陣中に暗殺されると、義晴と高国は上洛を果たす。1531年、春元は堺久保府防衛のため元長を呼び戻し、浦上村宗の軍勢を止めることに成功。摂津中島にて戦線は膠着状態となった。しかし突如、浦上氏の資金である赤松春政が春元方に内応し、高国村宗軍を背後から攻撃したため、高国と村宗は廃止した。あらら高国。春元と元長は京都を奪還した。1532年、旧敵高国を討った春元は義晴と和解を進めたため、足利義綱を庇護してきた三好元長は仲違いを始める。嫌な予感がする。さらに畠山義高の家臣である木沢長政が義高を飛び越え春元に接近し、元長の十叔父の政長も春元に同調する。義高と元長からは二度にわたって長政の居城の飯盛山城を攻撃したが、春元の要請により放棄した一行一騎が背後から元長を襲い、義高を自陣させ、三好氏の根拠地である北家州の泉県本寺も襲い、元長も自害に追い込まれた。その元長の子供が長吉だ。あらら。長吉にとって春元は父を討った存在になるのか。まさに因縁対決ね。そんな一族に生まれた二人はどこで初めて出会ったのか。正確な日時はわからないが、なるべく詳細に推察してみる。よろしく頼む。長吉は両親と共に堺にいたが、一向一揆襲来前に父と別れ、母と共に阿波へ逃亡した。長吉は元服を、一揆と戦って摂津小清水城を奪回した。1534年になると本願寺に味方して春元軍と戦った。ほうほう。だが、川内守護大でもあった木沢長政の仲介や、年少であるという理由から許されて春元の下に帰参した。そこで二人は初めて出会ったと考える。長吉は父を殺した相手と対面した時、どう思ったのだろうか。じゃあ、なぜ二人は対立したんだ？詳しく見ていく。長吉は春元の武将となり、1536年3月に摂津中島の一揆を木沢長政や三好政長の支援を得て一揆軍を全滅させた。一方の春元は京都で勢力を伸ばした北家衆に対し、比叡山延暦寺六角貞頼と連合して壊滅させた。同年に細川高国の残党を率いて敵対していた高国の弟晴国も討ち取り機内を安定させた。三好政長は、1538年以降京都支配に乗り出した。しかし、これに対し、長吉が、父の旧跡である京都に手を出されたことを不服とした。以後、長吉と政長は、政長による京都支配や、春元に対する政長の影響力の大きさから対立した。1539年、長吉は春元を主演に招き、その席で室町幕府の職を自らに与えるように迫ったが、春元は聞き入れず、長吉は直接幕府に訴えた。この職は、父元長が任命されていたのだが、その当時は政長が任命されていた。将軍義晴は近江守護の六角貞頼を通じて春元長吉間の和睦交渉を斡旋するも失敗する。長吉は2500の人数を率いて、さらに、この数と石山本願寺法守将女の後ろ盾を得て入京し、春元は退京して高尾に移り、細川家一族を呼び集めた。この混乱で京都の治安が悪化したため、長吉は義晴から京都の治安維持を命じられている。長吉に名指しされた政長は丹波国に失居していたが、春元の意を受けて京都へ進出し、長吉と小規模の戦闘を起こしている。長吉は諸大名を敵に回すことを恐れて和睦を承諾し、二人の対立はひとまず、終結した。これ、細川春元との因縁対決じゃなくて、三好政長との因縁対決じゃない？政長との因縁対決を含めた、春元との因縁対決だね。了解。1541年、長吉はある土地から独自に単線を徴収しようとしたが、春元は自らの側近を徴収の責任者としていたため、長吉に停止を命じた。しかし長吉はこれを無視し、結果的に二重の徴収が行われ、両者の対立が深まりかけた。しかし、長吉と春元と政長は特に対立もなく、協力し合う。
だが、1548年に再び、対立することになる。なぜ？父の殺害の裏で暗躍した正長の存在を聞いたため、正長の婿である摂津国人池田信正が晴元に切腹させられ、意地で正長の外孫にあたる池田長政が後継に置かれたことが他の摂津国人たちの反感を買い、長吉が反正長派に押されたからだ。正長は春元からの信任が厚く、長吉が開いた軍議では春元が正長をかばうのであれば、春元も敵とすることを決議した模様。ついに春元とも本格的に対立したか。長吉と春元が直接的に対立したわけじゃなかったのね。まあ、長吉の本音は父の仇である春元に復讐することだったと思うから、春元と戦うことになったのは長吉にとって良かったのかもしれない。長吉は春元に正長の追討を願い出たが、訴えは受け入れられなかったため、春元に反旗を翻した。1549年に長吉の本隊が出陣、長吉軍と正長軍が摂津で退陣すると、春元は三宅城へ、正長は江口城に布陣して近江の六角軍の到着を待とうとしたが、長吉は江口城の領土を断ち、弟に別府側に布陣させ、江口城を攻撃し、長吉は正長を討ち取った。あっさり、正長、討ち取られた。戦後、春元は摂津から逃亡し、吉春義輝父子らを連れて近江国坂本に逃れた。長吉は春元に代わる主君として細川宇治綱を擁立し、入京、宇治綱を残して摂津へ戻り、春元派の武将と和解し、摂津国を平定した。これにより細川政権は事実上崩壊し、三好政権が誕生することになった。お、長吉の勝ちか。いや、春元は諦めていなかった。近江へ逃亡した春元は1550年に義春が死去してからは義輝を擁立し、春元党の残党を率いて東山の中尾城と丹波国を拠点に京都奪回を試みたが成功せず中尾城を破棄した。1552年に長吉と義輝が和睦して義輝が上洛、細川宇治綱が細川氏当主となり嫡男の聡明丸が長吉の人質になっても春元は和睦を認めず失脚し、若狭国守護の武田信豊を頼り若狭国へ下降した。それからは丹波国からたびたび南下して三好軍を脅かし、1553年に義輝と長吉が決別、7月に義輝から赦免されると再度義輝と共に長吉と交戦した。しかし、8月に義輝方の霊山城が三好軍に落とされると、義輝と共に近江国朽木へ逃亡した。丹波国では功罪もとなり三好正勝ら長吉派の武将を討ち取ったが、長吉に反撃されて丹波のほとんどを平定され、1557年頃に丹波は三好領国となった。播磨国でも元就が明石氏と結んだが、1555年に明石氏が三好軍に攻撃され降伏、勢力拡大した長吉の前に手も足も出せなくなった。強いね、長吉。1558年、上洛を図り義輝は山城で三好軍と交戦するも、六角義方の仲介で義輝と長吉が再び和睦を結ぶと坂本に泊まる。1561年、隠居の春元は次男の春雪を細川家の当主に見立て、六角畠山軍と共に近江に反三好の兵を挙げさせる。しかし、三好軍に敗退し春雪は戦死、長吉と和睦するも、摂津の不問事情に幽閉され、2年後の1563年にその地で亡くなった。長吉は父の仇を討つことができたということね。厳密に言えば、そういうことになるね。しかし、長吉は家臣との対立などで没落していく。あらら、長吉の時間をかけて因縁の相手である春元を倒した姿に感動した。だね。来週は武田信玄と上杉謙信の因縁対決をお送りする。楽しみだね。うぷ主は歴史が趣味というだけなので、異論、反論や間違っている点も多々あるはずだ。それはコメント欄で教えてもらえると嬉しいな。頑張っても至らないところあるはずだからな。これからも勉強していくぞ。歴史を知ることは、今を知ることだ。と、信じているからな。まだまだ未熟ですけど、最新情報をお届けしたいのでチャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。